清和一家は、宮城県石巻市に本部を置くバクト系暴力団で、指定暴力団、住吉会の二次団体。清和一家の前身の政法をあ組は、石巻市は元より、仙台市、大崎市などの阿武熊川より、北の県内全域に縄張りを持つ、バクト系組織。清和一家は、宮城県内を拠点にする三団体が2003年、合併した結果、誕生した組織である。 三団体は、川崎、西木戸、西方安部組。2003年の合併前に三団体は、住吉会に加入。川崎はもともと、東京聖大という新能系、敵屋グループの、東京聖大、森永会という敵屋組織で、石巻市を拠点に活動していた。現在の名称は、川崎会。西木戸も、東京聖大グループで、東京聖大、 西木戸連合会という敵屋組織で仙台市を拠点に活動していた。現在の名称は西木戸一家。同じ仙台市拠点の老舗大組織である再開化総連合会も敵屋組織であったことから、宮城県の住吉海勢力において敵屋組織を源流とする組織が多いことが伺える。現在の名称は再海家。東京西大西木戸連合会は1989年。 同様に、仙台市を拠点とする再開化総連合会と共に、親睦団体、共和会を結成している。しかし再開化総連合会が、住吉会入りした1991年、東京政大、西木戸連合会も、住吉会入りし、共和会は消滅した。政は一家、刑府政は一家組織図、委員長、総長府本部当番責任者。 事務長相談役平成30年5月現在、実話時報2008年5月号。ありがとうございます。